列車が到着いたします。前回の続きということで、岩見沢からですね、特急ライラックに乗って6番線に向かっていきたいと思います。ライラックですね、789系0番台ということで、パッキーとしてもね、スーパー白鳥に見えてしまうんですが、これね、ライラックに乗って行ってみます。今日はね、札幌ラッピングのね、ライラックでした。はい、でもね、岩見沢出てですね、深川に向かってますが、ちょうどね、岩見沢ビバイ過ぎたあたりですね、もう西日でだいぶね、日が暮れてきたなっていう感じなんですが、やっぱり岩見沢過ぎるとね、まだ雪が多い地域だなと感じさせるね、風景を見ながら進んでいきます。はい、で、もうなくね、砂川に着くかと思うんですが、砂川はですね、意外とスイーツがね、有名な街で、駅周辺にもですね、かなり多くのスイーツ屋さんがね、軒を連ねているような街になります。ね、今度時間があるときにですね、砂川で一回降りていろんな、ね、スイーツ屋さんを巡ってみたいなと思ってはいるんですが、なかなか、ね、砂川に来るっていう用事もね、少ないので、機会があればね、時間を作って、ね、一度ね、来てみたいなと思っております。で、砂川を出るとですね、すぐ滝川に到着になるんですが、その際にね、石狩川を渡っていきます。冬の川の流れはね、結構穏やかなゆったりとした流れのね、石狩川を見ることができます。で、次ね、到着するのが滝川となるんですが、滝川ですね、ソージンギスカンのね、本店がある町、そしてね、スカイスポーツで有名な町となっております。で、今回はですね、滝川すっ飛ばしてね、そのまま深川に行っていきたいと思います。ではね、まもなく深川に、到着しますので、特急ライラックをね、降りていきたいと思います。この後はね、16時5分発の、留萌線、留萌行きの普通列車にね、乗り換えていきたいと思います。で、ちょうどね、留萌がこの画面奥の方ですね、山の奥の方が留萌になるんですが、ちょっとね、雲が広がっているので怪しい天気になるのかなと思っていたんですが、この日は特にね、崩れることなく過ごせました。ではね、深川からこちらのね、キハ54系のね、留萌行き普通列車乗っていきたいと思います。この列車ね、唯一旭川からね、直通する留萌線の留萌行きになっている車両になります。ではね、列車に乗って深川行きね、出発していきたいと思います。で、出発する何分か前にね、反対側のホームに旭川行きのね、貨物列車が到着しておりました。今日も JR 北海道をご利用くださいまして、ありがとうございます。普通列車、留萌行きです。ワンマン運転のため、降りの際は一番前のドアをご利用ください。運賃は釣り線のいらないようご用意ください。両替機は運賃箱についております。結構ね、深川へ、ね、お客様にお願いいたします。構内をね、になります。で、画面奥の2本の線路が、函館線ですね、上下線の線路、今乗っている車両が留萌線の線路になります。もう少し行くと留萌線と函館線がね、分岐しています。今ね、ご覧になれるかと思うんですね、ちょうどこの辺りからね、分岐していきます。で、函館線はまっすぐね、滝川方面、またはね、旭川方面に乗っておりますが、留萌線はね、留萌に向かって、少し前までね、留萌線足毛までね、線路繋がっていた区間になりますね。では、留萌駅に乗っていきます。で、次の駅ね、北一山駅にね、到着しております。ここね、結構難読駅名の一つですね。次がね、秩父別なんですが、これ普通に読むとね、多分秩父別とね、呼ばれることが多い駅名になるかと思います。ではね、北一山出発していきます。これ列車の一番後ろの方に来てみたんですが、巻き上げた雪でね、運転席周りの窓が真っ白に凍りついております。で、ちょうどですね、今大和田から留萌に向かってね、走行しているので、結構ね、街明かりも少しね、見てくれました。でも線路脇にはですね、こんもりと積まれた雪山がね、高くそびえ立っております。結構ね、今年もそうなんですが、
はね、普通に走ってたんですが、このラブパスのね、旅も終わった後からでもですね、しばらく普通のね、ご乗車、お疲れ様でした。ではね、間もなくね、終着の方に到着します。終わりです。お降りの方は前の方にお進みになり、運転席後ろのドアをご利用ください。運賃、切符は整理券と一緒に運賃箱に置いてください。整理券の方は分かりやすいよう運転席に置いてください。どちら様も忘れ物のないようご支度ください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。はい、ではね、留萌駅に到着しました。でこの後はね、またすぐ折り返すんですが、折り返しの列車がね、約1時間後ということでね、まあ、ちょっと駅の外、出てみましたがね、かなり寒い。で雪山がね、結構大きくそびえ立っていたので、駅からはね、あんまり離れることなく折り返しの車種が詰まってました。ではね、折り返し乗りまして、これですね、大幅田駅にね、まもなく到着しますよという形でね、映像を流しております。ですよ、ね、あの半沢直樹を見ていた方には、ね、伝わるかと思うんですが、あのね、城本と同じ名前の駅が、ね、北海道には存在しております。時間が3分とね、この駅なら余裕なんですけども、まあ、一応ね、何かあっても困るということで、すでにね、あの運転席のこう一番前のドアのところで、ね、あの待機してもらっていました。で、この先ですね、まあ、またちょっとね、函館線と合流してませんので、もう少し行くとね、ちょっと函館線と、ですね、そこから深川駅交代にね、すぐ進みます。結構ね、校内の間というか、かなり雪、積雪が残ってるなーって。結構ね、このあと、まあ、何日か後にですね、線路の中ぐらい雪が降ったというのが、ちょっとしたかもしれませんけどね、地域になります。ではね、深川駅のホームにね、入っていくんですが、ここまで来ると完全に線路がね、半分ぐらいの雪で埋まってね、見えてない状態になっているんですが、ちゃんとね、列車に脱線することなく、まっすぐね、こうやって進んでおります。ではね、深川で降りて、3分ごろで半分に乗って、そこに向かっていきたいと思います。ではですね、特急関連ですね、札幌に向かっていきたいと思います。さっきまでね、乗ってたルモイ線の列車を奥の方にね、あの停車したままですが、この後最終のね、ルモイ駅になるみたいですね。では789系のね、1000番台関連に乗って札幌に向かいます。で、映像はね、あっという間にもう間もなくでね、札幌駅に到着しますよっていうね、放送が入るようなあたりまでね、来ました。この日はですね、まあ、特急自体はね、そんなに遅れることなく札幌までね、あの走ってきてたんですが、やっぱり、ね、線路の上に結構固まり、まあ、特に踏切ですかね、どちら様も忘れ物のないようお支度ください。氷を弾くチケットホルダーをご利用のお客様は、でもね、札幌に間もなくで到着となります。ではね、夜の札幌の街、今ちょうど創成川通りですね、新幹線の駅ができるあたりをね、見ながら走ってきてました。ではね、札幌駅到着となります。ではね、本来ですとさっきのカムイでね、あの今日1日やめるつもりだったんですが、ちょっとね、最終日の工程をね、あの変えたかったので、この日はそのまま学園都市線でね、今回の江戸大学までね、往復してこようと計画を運行しました。では乗ったのが、ちょっとね、731系の6両編成のね、準備のシートで
ね、編成でした。それは札幌駅出発して、それまではね、あの函館線、それから席は北海道室蘭でね、札沼線、学園都市線ということで進んでいきたいと思います。札幌駅ね、出発しています。皆様、今日も JR 北海道をご利用くださいまして、ありがとうございます。学園都市線、普通列車、北海道医療大学です。The next stop is 石狩方面。降り口は左側です。ではね、あっという間に石狩東別を出ましてね、その次は北海道医療大学となっております。6両編成のね、731系なんですが、石狩東別で僕以外のお客さんが全員降りられたみたいで、北海道医療大学でね、ドアが開いた時パッと外を見るとね、誰一人降りてきませんでした。で、さすがに6両編成貸し切りっていうのはなかなか札幌経由できるような体験ではないかなと思ったんですが、まあ、折り返しまでまた同じこの7歳ですけどね、北陸編成で札幌までで乗っていくことになりました。ではね、北海道医療大学到着しました。折り返しがね、約10分ということで、まあ、同じ列車に乗って札幌に向かっていきたいと思います。関西列車は函館線岩津川口は7番線22時51分四国線鴨小田行きは6番線21時48分の到着です。 JR 北海道をご利用いただきましてありがとうございます。終点札幌の降り口は左側です。ではね、北海道医療大学出発してですね、あっという間に札幌まで、戻ってきました。でもうこの日はね、この列車降りたらね、一日終わりということで、宿の方にね、この後いただきました。ではね、今日の動画はね、ここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。